タコちゃん、あれです、今日はダイナに来てます。3月とか水曜日ですね、はい。アルファライナー降りたところです。まあ、といっても高須から来たんですけど、今ダイナー初めて今から滑るんですけど、とりあえず滑ってみましょう。ダウンヒルコース行って、乙女コース行って、でコブとか、どういう風に乗ってるかちょっと見ていきたいと思います。あとパークもね、どういう風になってるか見ていきたいと思います。ホワイトピアとワシガタケが見えてますね。あ、ヒルガノがだいぶ土見えてますね。じゃあ滑っていきましょう。今日はスキーです。雪質こんな感じ。もう一回いきますよ。こんな感じですね。柔らかいですね。だから、今日は、マイナス4度から、常温の9度までだったかな。割と暖かいんで、もう今ね、常温、多分、3度、4度ありますよ。もう暖かくなってきてますね。あ、今、もう朝の、11時、ん?今、10時ぐらいか。ですね。はい。じゃあ、滑りながら行っていきましょう。まあ、空いてますよ。水曜日ですからね。さあ、パークやってるかな。テリンパーク、あ、やってますね。テリンパークね。テリンパーク、やってますね。はい、今日は、午後から検定があるんでこの上級の方はやめとこうかな。中級者の方行こう。あ、こっちから、パノラマ B コースに行けるようになってますね。上級の方は6メーター切ってかかな。こっちはね、何メーターだ。こっちはね、3メーターか4メーターか3メーターですね。さあ行ってみましょう。柔らかいね。あ、ウェーブできてますね、ウェーブ。はいはいはい、パークがやってますね。だから、ワシガタケね、ワシガタケでもう雪がないなーって思ってる方は、こっちのね、第7雪、来ればまだ雪がありますからね。はい。あれ、乙女ツリーラン、立ち入り禁止になってますね、多分ね。なんでだろう、面白いのにね。はい、じゃあパーク見ていきましょうかね。これは9メーターか10メーターキッカーですね、やってますね。でこれが何メーターかな、5メーターってどこか、これ。あ、これ行きましょうか。風が強い。あぶね。風が強い。危なかった今。モーグルコースやってますね。モーグルコースが開いてます。ここは確か2時までですね。はい。さあ、コブとバンクはどうかな。1、2つありますね。まあ、土見えてるんだろうな、多分ね、こっちの方がね、土ね、たくさん見えてますよ。キャメルンバン。キャメルンバンって言ってます。もう、コブ斜面として保証されてるからね、ありがたいよね。ここナイターでも滑れますからね。あ、滑ってみますか。あー、土見えてるね。一発目。ああ、もったいないね。まあ、向こうの方が見えてないんだろうな。もうここまで掘れ、
掘れちゃえばね、土も見えてくるよね。よいしょ。あそこも見えとるな。ちょっともう検定があるから怪我したくないで。まあね、土ところどころ見えてますよ。深く掘れてます。で、この斜面ね、柔らかいです。柔らかい。さあ、バンクジャンプでいきましょうかね。ついてるね。ガンマか。ガンマライナーは一人も並んでないんで。じゃあ、アルファライナー、クワット、リフト、水曜日、ね、水曜日、どれくらい並んでるか見ていきましょうかね。多分ね、まあ、20人も並んでないですよ。アルファライナー、クワットが、どれくらい並んでるか、一番並んでます。はい、じゃあ、僕はこんな風に、同日ゲスト、パスライナーを中心に、アップしてますんで、木の下が土見えとるね。やっぱ雪減ってきとるね。今週のさ、金土って雨か雪じゃん。多分ね、雨になるんですよ。だから厳しいね。まあ、3月いっぱいで、まあ、ダイナー終わりか4月で、まあ結構並んでるね。25人ってとこか。こっち汚いな、汚くなってんね。あそこのボコボコのとこ汚くなってるわ。うん。エアリフトは並んでないけど、こっちのアルファリフトは25人、35人ってとこですかね。はい。はい、じゃあ僕はまた、高須に帰って修行しなくなるんで、あと2時間ぐらいしか修行する時間がないんで、やばいな。じゃあまたアップします。じゃあね。